ショービズの最新情報をお伝えするショービズトゥデイ。 AKB48 の姉妹ユニットとしてインドネシアのジャカルタに誕生した JKT48、 オーディションの様子が現地から届きました。ジャカルタ版 AKB 誕生の舞台裏、ね、そこでやったんですね。 JKT48 の皆さんです。AKB の姉妹ユニットで初めて海外で結成された JKT48。 インドネシアの首都ジャカルタで行われた最終オーディションには AKB に憧れる少女たちが大集合。 I want you, I need you, I love you, ハートの奥、全然あふれる愛しさは。およそ1200人が応募し、メンバーに選ばれたのはわずか28人。多彩なパフォーマンスが披露されたオーディションとその舞台裏の密着映像です。インドネシアの首都ジャカルタに誕生した AKB48 の姉妹ユニット JKT48。 デビューを目指しオーディションに応募したのはおよそ1200人。その中からまず51人に絞り込まれ、今から1ヶ月前の先月4日、候補生たちがダンスを練習していました。そこへ激励にやってきたのが AKB48 の高橋みなみさん。一緒にステージに立てる日を楽しみにしています。少女たちに大歓迎されました。インドネシアでも AKB は大人気、現地に多くのファンがいるんです。 AKB夢は叶うんです。こうした中、おとといジャカルタで開催された JKT48 の最終オーディション、 AKB のパフォーマンスなどを猛特訓してきた候補生51人が秋元康さんら審査員の前でダンスや歌唱力をアピールしました。51人すべてのパフォーマンスが終了し、数時間選考した結果、28人が第一期メンバーに選ばれました。 JKT48 の皆さんです。28人全員がジャカルタ在住、現地に住む13歳の日本人少女レナ・ノザーさんも選ばれています。彼女たちは12月のデビューに向けてこれからさらに練習を重ねるということです。 K-POP がもうプロ野球だとしたら、その AKB48 はその前の少年野球かもしれませんし、高校野球かもしれない。何か光るものがあれば参加できるという点が大きな違いだと思います。